今回はギャル旅です。ギャル旅、イエーイ、はい、めちゃくちゃいい宿を押さえて、まあ日帰りなんですけどね、旅行していければなと思います。いいですね。そして本日新メンバー、はい、今井アンジェリカちゃんです。ガチャガチャガチャ、ずっと来たかったやつですもんね、これずっと来たかったんですか。そうなんですね。もうギャルといえばこれだもんね。これなんで、ここまで来たか、マジ酔いと並ぶぐらいだもんね。マジ酔い強い。アンジェちゃんはあれだよね、流行語を作ったギャルなんでね。そうですね、申し訳ないんですけど大変申し訳ないですけど、そうですね。なんか聞いてた話と違うんだけど、めっちゃやべえやつ来るよって。徐々にね、初っ端からガチでやばかったら本当にやばいやつなんですけど、仲良くなってったら、まあやばいのが出るかもしれないっていう感じで。あ、なるほど。それはもうみんなのあれです。仲良くなれないと見れないんだ。あ、そう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 。アンジェちゃんをいい感じに崩していこうって。酒だよな、酒。危ないですね、アルコール入ると結構5倍はやばくなるからだけどみんなより絶対お酒飲めると思うから。うわ、出た、まあ、ちなみに今日ね、森山はめちゃくちゃ気合入ってます。いつもと違いますよ、今日は。なんで今日最終日なんで、お酒やめれんの。今日思ってお酒やめるらしいよ。え、じゃあアンジェもやめよう。ガチやガチや、まあ、飲ませてあげて、うん、で本当にマジでやめたいって気持ちでやめさせてあげようって。ああ、で今日のテーマは分からせるで。分からせるで。そしてせいせいさん、今回もありがとうございます。ありがとうございます。もう当てんだよ。せいせいレギュラーでしょ、だってこれえって思うじゃないですか。毎回フラグ立てられて、あ、もしかしたら今日でラストかもみたいな毎回脅されて、ちょっと呼ばれて嬉しいな毎回オーディションの気分だ。じゃあオーディションの気分だ。そうなんだ、おめでとうございます。ありがとうございます。そんなちらつかせてたっけ俺今日ガリ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 と爪痕を残して頑張ります。ガリガリと、はい。そして前回に引き続きキーリップさん、はい、キーちゃん、キーちゃん来ました。今回のメンバーめっちゃ良さそう。良さそうだね。え、じゃあアンジェちゃんの印象今どんな感じ。あ、なんか皆様みんなと同じくギャルだなって感じだね。内面ギャルだなってそう、いや、オーケルだろ、うん、いや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 、でもまだちょっとね、遠慮してるかもしれない。え、そう、すごいちなみにね、前回車で帰ったじゃないですか、みんな酔っ払って、うんうん、解散するときにキーリップがね、寂しいって言ってみんなに寂しいって言った。帰りたくない、寂しいって言った。ツンデレだと思って。あれ動画撮ってたらね、めちゃめちゃめっちゃおもろかったね、うん、見せれないけどうまみ持ち帰れたんで、その日は安全でした。うまみまた呼ぶからね。俺が決めたわけじゃない、先生が決めた。なんでやねん、違うな実際どうやって決まってんのこれ。実際、あ、僕が決めてます。あ、はい、そうなんだ。先生の圧と最終決めた。違う、これで行くからみたいになって。やばいよ先生ね、うん、また燃えてたねマジ。え、会うたび燃えてるっけ。会うたび燃えてる。え、今回何で燃えた。幼少期。あ、幼少期の。あ、そう、あ、一応で燃えてた。そう、なんか可愛い写真載っけただけ。あ、見たわそれ、ね、あれ燃えてんの。あれすごいよ。バズってたんじゃなくて燃えたんだ。あれ最初は多分可愛いから入って、後々一応って言葉うざくねみたいな幼少期の可愛い写真載せて、ね、みんな可愛いねっていいのにね。そう、うん、みんな怒っちゃった。みんな怒っちゃった。そうそう、乗っけたら怒っちゃった。そうそうそう、すごいびっくり。可愛いって来てると思って見たら、みんなが俺らだの、俺らのちゃうやんみたいな。なんこれ一応って何これ何これ。次出る時はこのギャルタイに、ね、燃えてないハッピーな先生で来ようと思います多分ね、燃えやすいワードも使ってるのね、バズるために。わー、すごいじゃん逆に。狙ってってんだ。そう、ちょっと狙ってんの。狙いに行ったらちょっと嫌われすぎてきちゃったけど、すごいね。そう、 X と Twitter と TikTok 全部三重人格で言葉を変えてるから。そう、だから多分ね、知りたくなかったわ。でも X のさ、ワードセンスめちゃくちゃいいと思う。言い切り、うん、いい切り系みたいな、なんかちょっとバズりやすいのをマネージャーと仕込んで、これやったらバズるじゃん。それ言わない方が良くない。正直なギャルは、だから内面はすっごい心がピュアで、もしかしたら泣いてるかもしれないよってこと。あ、そうだね、いろいろね、言っちゃダメだよみんなね、うん、優しいパパ言い切りって言ってたけど、言い切りではないけどね、全然。あ、一応幼少期の先生です。ちょっと全く言い切ってないけどママごめんやで、ママごめんやで。あ、それだ、あれだよね、ガーチャーだよね。あ、そうです、そうです。だってアンジェちゃんと撮影で沖縄行っとったんですけど、うん、会う人会う人に、え、それガーチャーってめっちゃ言われて、大変そう。来ちゃう、大変だね。ノールックでも言えてた。怖いねめっちゃ大変
情報仕入れるわ。待って、え、だし持ってる。はい、情報仕入れといてな。タク、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 そんな感じだったの。買いました。買いました。買った。はい、せいせいの、うん、あの再利写真付きで買いました。タク、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 何、せいせいのことエロい目で見てんの。いや、もうせいせい推しだね。タク、どこが好きなんだっけ、せいせいの。くびれ。もうやらしい。タク、下心出ちゃってるね。抱きしめないで、雑誌。抱きしめないで、絶対。はい、ということで、ゆうごくんです。今日もケイスケが飲酒するためにゆうごがアサインされました。助かります。あれ、てか雨じゃね。え、雨で、うん、どうすんのこれ。今までなかったらギャル界雨で、ね、アンジェが思うのみたいな。何それ。アンジェがおかしくない。でもこれ晴れるし、まあ、晴れればいいんだよ。晴れれば、うん、だって千葉とこっちじゃあんま雲違くない。な、近いぞ、うん、あっちはサウナありますからね。やった。え、何すんのか決まってるんですか。飲む。飲むぐらいじゃない。そんなんでいいんだ、うん、別にさ、どうでもいいんだけどさ、みんな水着持ってきた。え、もう着てきた。着てる、着てきた。着てる。え、これでさ、もし持ってきてない人いたらどうするの。降りてもらう。あー、ね、終了です。森山が楽しみにしてるからね。うん、そうだよ。水着を。でもそんなこと言いながら、だいたいベロベロでさ、うん、あんま記憶なさそうにしてるくない。そうだよ。え、そんなに記憶ないぐらいまで飲んでんの。この間だってキリプト俺潰れたもんね。森山がセクハラしてるシーンカットしたわ、そういえば。大セクハラだった。応援しろよ。これは誰損なんと思って。誰損、誰損、誰得、誰得。誰損。いや、なんかね、確認でさ、ギャルたちにさ送るじゃん、この動画で行こうと思いますって。そしたらキリプに俺がセクハラしてるシーンをカットしてくれる。何してたっけ。別にそんな大したことじゃない。何してたの俺。帽子にキスしてた。そうだ、そう、頭に。キンちゃんとか言って。キンちゃん。でもそこで仲深まったから、深まった、ね、いいよね、うん、ファミリーって感じ、うん、え、飯は食べない、我慢する。海ほたるは寄らなくていい。海ホタルってさ、建物の中。まあそんな感じ、海の上の建物。じゃあ雨でも行けるってこと。行けるなぁ。柵寄りする。柵寄りしてみよう、うん、え、せっかさ、今さ、あのウォンしかないねんけど。ウォン、おかしい。来て、なんでも台風なくしたからペイペイしかない。あ、よかった。大丈夫だよ、今日は森山の全おごりだ。スタバおごってあげる。かっけー。ショートサイズでお願い。やだ、全部のせいね。やだ。こんにちは、お姉さん。恋話してた。恋話してた。いい女歩いてきたと思ったら、何だったか。なんだ。てか、森山迷子じゃね。うんこ、うんこって言ってた。なるほどね。あ、クーパー。調子悪そう。お姉さん。前は言ってないですかね。ゲリンと。ゲリン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 。チーム到着。確かに到着。すごい、ちゃんと説明してくれた動画の、はい、買い出しも完了。買い出し完了、はい、ポイント2あげます。ここ右です。あ、ありがとう。はい、ポイント3です。ポイント3。ずうずうしい。自分から。そうそう、なんか席替えしましたね。それポイント、ポイント。やば、顎つった。顎つった。顎どうやってするの。え、顎つんない。え、顎出るってこと。顎ついたって。張る。顎張るってあげて。顎出ちゃった。出たんだ。結構シンプルに出ちゃった。え、なんかさ、ギャル界でさ、こう宿系初めてじゃないですか。確かに、うん、レアみたいな感じ。そうそうそう、うん、最高だね、それは。いいね。サイモリアも置いて帰るからな、潰して。隠れ帽してそっから置いて帰ろう。いじめだ。なんか思い出すの。平成のいじめだ。思い出すの。思い出す。切ない。かわいそう。出られずみなんだね。なんかごめん。みんな終わったよって。出てきていいよって。無理よ、この言い方。出てきて。無理。なんで見てる。悲鳴かも。手が決まるし。ねえ、やめてる。酔い始めるっていうから、動き始めちゃうから。え、そういう感じは。酔うと手が結構勝手に動く。あ、そうそう、結構動く系。手動く界隈。あ、こっちは。みんな界隈は違う方だと。割と違うね。結構違うね。あんまり動かないよね。ハンド界隈と顎釣り界隈。顎釣り界隈。怖いんだけど。ちょっとやだよね。ね、顎釣り界隈やだ。てか、アンジェって酒どんぐらい強いの。どんぐらい。今、顎釣ってるからね。ほら、だから
かそこまでは配慮してあげよう。そんぐらいか。え、あんま聞かれたことないけど、あんま聞かれなくない？超強いし、飲んだら嫌な感じじゃない、超ハッピーでいい。あー、いいね。わかんないよ、今日ブチ切れるかもしれないよ。踊り出しちゃうイメージ。嘘。顎蹴んなよ。顎蹴ってるやつ蹴るよ。この間の撮影の後さ、俺飲んでて。あ、なんと飲んでた。あ、なんと飲んでた。気絶したんだよね。気絶しちゃって、女の子に間違えられそうになってたらしい。ええ、ハゲじゃん。いや、でも僕断ったんで、ちゃんと選んで。逆じゃ、女の子がされることされてんじゃん。お家の前まで来たらしいけど。ええ、ごめん、あの、家に女の子いるからつって断ってほしい。最悪。ええー、女の子いないのに。そう、それ覚えてないの、森山。俺何にも覚えてない。なんか友達にそれを言って、その友達が俺に言ってきた。ああ、男の人ってさ、逆でさ、めっちゃベロベロの子とか持ち帰れるじゃん。あ、そうだね、うん、なんで洗ったら食えると思ってんの。てかさ、本当に洗うやついいんだよ。洗うってどういうこと？吐いちゃった子とか、結構さ、汚くなっちゃった子を洗って食うやついいんだよ。シャワーで、うん、シャワーとかで。俺らアライグマって呼んでたから、そういうやつら。この前な、俺の友達のアライグマが結婚したんだよ。アライグマ、これよ、めっちゃ強くない？めっちゃ強いじゃん、そのアライグマ。洗いまくったんかな。いや、でも、ね、嫁は洗ってないんじゃない。さすがにね、アライグマを得て結婚したってことですね。おめでとうございます。おめでとう。てか晴れてね。めっちゃ晴れてる。めっちゃ晴れてんの。持ってるわみんな。大惨事。晴れ女。晴れ女。ありがとう。イケボじゃね、さっきから思ってたけど。ちょこちょこするさ、発言。ボイスじゃねえんだ。発言の方だった。内容の方だ。すごーい。来ましたー。これなのかな、本当に。合ってる、うん、ということで、本日のやつはこちらです。おーん。ここやばいですね、一泊いくらするんだろう。今回ですね、17万円ですよ。やばい。おい、焦げな、焦げな、焦げなってなんだよ。焦げなってなんだよ。イエーイ、到着。めっちゃすごい。ちゃんと晴れたね。ね、すごいよ、この家。なんか見たいの？見たいの？いいよ。え、新メンバー？新メンバー？誰誰？イケメンだ！イケメンだ！何歳ですか？タテです。31歳。趣味はトレーニングです。新メンバー。こんにちは。やばい人来た。誰？間違えた。ルームツアーできる。え、そっちも部屋。おいおいおい。おお、すごいすごい。ここで何？すごいすごい。バレるよと。すごい。あ。おい、何してんだよ。おい、何してんだよ。間違えた。あら、なんか天国かもしれません。早いっすね、まだ何にも始まってないですよ。酒ください。ギャル突き落として。ギャル落とそうぜ。キリプにしよう。キリプ落とす。え、服のまま。服のまま。怒んな。怒ったら怒った。じゃあ連れてくるよ、うん、ね、キリプちょっとケスケを二人で話したいって。え、ツーショットタイム。うん、二人で話したいって。誰が？ケスケ。あ、デートのお誘いです。どうせキリプさ、これ大丈夫？もう落ちる準備してる。いやいや、そんなことない。違う、話したいって言ってんだよ。うわ、めちゃくちゃ気持ちいいじゃん。最高。最高だね。伸び出してごめん。ちょっと。え、なんでそれですか？ちょっとこっち来てもらって。やだ。大丈夫？大丈夫？もう。押すな。ちょっとなんか話したい。せいかさん、ツーショットデート。自信なくなし。
インタビューしないと。どうしたの？いや、なんかちょっと綺麗、なんか脈ありかと思って行ったら、はい、なんかただの相談役だったの。うわー、だから行って来た方がいいと思う。同盟組んだみたいな。同盟組んできた。なるほど。しかもビール持ってこいって最後から。停止感覚じゃん。そうだよ。なんか和名みたいな。目なしだな。ありで、ありです。お酒もお酒飲もう。アンジちゃん入れますか？飲む。はい。なんか、先輩か、アンジ。アンジ、アンジ。アンジ先輩、動かしてるみたいになってるんだ。ここ上位関係ある。なーい。飲まそうに。アンジさん、アンジさん、やめて。ビールください。はい。ここレストランみたいになってる。ビール一本。ありがとうございます。できんの？ぐるぐるってやる。それワインの開け方じゃない。せいか、どうした？せいか、それテコの原理知ってるか？本当にやってる。それ先生、それあざと炎上するよ。違う違う違う。え、おすごい。すごい、ありがとう。ビールでございます。ありがとうございます。すごいね。キャーン。じゃあちょっと外行ってみますか。それでは2人ダブルデートタイムとなっております。いやー、楽しそう。怖いんだけど。え、待って、ここ景色やばくない？よ、海じゃん。あ、来た。怖いよ。どうやってって、これ。いや、レンリアですよ。あ、レンリアなんだ。あ、今、かっこいいカットか、これ。まあ今誰が、全員ありだね。あ、全員あり。全員あり。全員あり。うん、それ選べない。あ、選べない。選べない。うん、まあ、強いて言えば、強いて言うなら、アンジェか。あー、うん、アンジェ。うん、なんか押せばいけそう。なるほど。押せばいけそう。押せばいけそう。歩けねー。自分に揉めよっかな。揉めよっか。人狼しよっか。どうした？どうした？ずっと思いつきで喋ってる。どうですか？まあ、全員なし。全員なし。全員なし。あー、なるほど。なんか肌の露出が少ない。あ、少ない。少ないね。なるほど。狙い目は誰ですか？キーリップかな。あ、キーリップ。押せばいける。お前ら、超異認定しすぎ。押せばいける、だから。まあ、ベッドも何個かありますか。今ちょっともう、選択をしよう。撮影をするか、しないか、うん、しない。終了。終了。あのメンシップで。メンシップで。え、メンシップハメ撮りオッケー？いけるっしょ。いけるっしょ。いけるっしょ。メンシップ入ってくれた方、ハメ撮り見ます。いや、この後のシークレットセーフはメンシップで。はい。言ってることやばい。言ってること。無事くんカメラ回してるんだけど、あんまり。おい、お前ももっと。いい白。あー、なるほどね。安泰なイメージあるから。お前らも今日透かしてね。で、昨日さ、なんか LINE 来たの。俺明日全身黒で行くわってなんか宣言してくれた。俺はなんでなの？なぜ？黒幕。黒幕だ。いや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 、キャラに合わせてちょっとね、大人っぽくシックに行くのとガンズっぽくしちゃうんだ。そうそう、ギャル用だ。いやー、いやー、こういう意味なの？嬉しいの？始まりましたね。始まりました。始まりました。ギャル飲みです。はい、乾杯。3人の中でさ、誰が一番頭いい？でも学？学はないよ、うち。じゃあもう IQ みたいな。IQ いいよ。IQ いい。もう戦争だよ。説得力がある。ただボイスの頭もいい。重みがある。キリップ先生だもん。そうです。あ、そう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 。説得力なかったよ。やばいよね。知識が豊富。意外に知ってることないみたいな。あんでちゃん、そっち結構強いね。時事問題とか得意です。あ、そうなんだ。え、総理大臣とか知ってる？そうじゃないよね。成果も黒髪でちょっと素敵だもんね。黒でもちゃんと話した。先生は SNS で文章使い分けてる。確かに。地頭もいいね。そう、地頭もいいよね。でも後付けなんじゃないかな、ちょっと。なねえ、喧嘩。やんぞやんぞやんぞ。え、こん中だったら一番誰が頭いいの？まだ IQ が高いっていう、メンサ会員っていう、IQ140 以上って。いやー、わかんない。難しくない？そうなの？そうそうそう、会員なの。会員制なの？
ある。チケ受けたの？うん。すっごい。あんちゃん受かるんじゃん。受かんないよ、絶対。あ、そうなんだ。なんで受かる子、そうだよ。え、どういう問題が出て、確かに。図形とかの図形。牛型かけとかですよ。え、ここ平行になってる。え、タトゥーとかもできる。これ、あの、これこの女の子強いよ。あんちゃん、おい、ガクシオ。ちょっとあんちゃん面白いかもしんないわ。いじられるのもいけるし、いじんのもいけるの。なんか練馬の思い出すわ。でもあんちゃん、練馬の舞一文字、あ、知らないか。舞一文字っていうのがあんのね、石神井公園の方に。そこで飲んでたのよ、ずっと。うんうん、だから結構ヒーリングあるよ。あのね、うん、俺石神井公園だよ、地元。逆に ギャルにヨウズ流行らせてほしいよ。ヨウズさ、でもさ、うん、パケヒョウ柄とか欲しいよ。パケヒョウ柄、あと光るやつか。あ、ケイスケあるでしょ。キーリップにあげて。僕持ってきましたんで。あ、かっこいい。めっちゃかわいい。あげます。最新版のヨウズなんです。これなんだ。横にですね、ボタンがあるんですね、はい、これを押すと、なんと、見て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 光が。キーさん、どこ見てますか。ここよりキーさん、上見てます。ですね、祭りで売ってほしい。暑いな。でももう夏終わんだよ。秋の祭りもちょうだい。確かに。ヨウズ祭りしよう。ヨウズ祭りしよう。ヨウズって何？これヨウズ。あ、ね、ほんまごめん。ほんまごめんやで、出ました。本家の。ごめんやで。お、出ました。よし、ありがとうございます。え、それガチでアンジェが作ったの？はい。え、すごいやで。てか、IQ ってことは？すごいね、IQ いい。てか、IQ いいよね。IQ、アンジェ IQ いい。 IQ ってそもそも、もう何なの？あ、なんか言っちゃった。おー、頭からいけや。あ、これずっと冷めまして。は？うちが持つから落として。あだ。おい、B 型早く行け。マジちゃん厳しい。顔真っ赤やぞ。待ってんだよ、早く行ズームイン。危ない。危ない。こっちから行こうと思ったらこっちから来ちゃった。押すなって、押すなって。誰もしてないよ。誰も押してないよ。誰も押してないよ。早く早く。
あんじゃ押すなって押すな。これで帰るから、ね、おい、ちょっと来い来いせーか結構付き合い長いやん。先生、ケンスキが話あるって。あるから逃げちゃう。こっちで話さない。お前ら靴下ちゃんと履けよ。お前靴下履いてんだ。もう自分が行け。カメラ貸して、カメラ。やばい、マジで、マジで、マジで、危ない。大体分かった、こういう軍団か。こういう軍団か。あ、じゃあちょっと皆さんちょっと水着着替えてもらって、別にどうでもいいんだけどね。どっちでもいいんだけど。どうでもいいんだけど。そう、どうでもいいんだけど。あっちは丸見えなの。ちなみにどういう水着ですか。え、普通の水着。普通。楽しみに待ちな。あ、それに、あの、2分で、支度したから遊んでてさ。はい、遊んでてさ。あの子日本語下手かもしれない。本当に。え、うん、あの子日本語下手かも。誰、アンジェ。うん、まあ、クォーターだから。うん、日本語能力4分の3なんだよ。ニークリコス、お前さ、バカス、コス、お前やめろって、お前緊張すね、やめろって、どこにお前ほんとやめろって、お前そこだ、お前やめろ、軽蔑してる。いけ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 、開けろ開けろ、ノック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 、あ、あ、あ、まだでした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 、待ってねえけど、ほんとペーカー、ちょっと開けて、あ、ケイスケ、仕事だ、仕事だ、仕事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 だ。あ、いった。どれ、あれだった、あれだった、あれだった。大丈夫先生、大丈夫、痛いね、痛いね。こういう時にちょっとカメラ回っててください。一番ね、やばい、指がなくなったの、指がなくなったの。絶対プールの中で、絶対プールの中で。あ、あれじゃない、え、あった、あった、ちょ、潜って、そう、木だ。いや、なんなら虫だわ、気持ち悪い。気持ち悪い、なにこれ。おい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 、どうなってんだよ。なんかやばい、ケースケ、画角を。そうそうそう、あれ間違えた、間違えちゃった。押し、そうしよう、くんなよ。いやいやいや、なんまた間違えたか。飲もう、飲もうか、飲もう、飲もう、飲もう。ちょっと流していいんか。いいね、食事タイム、いいね、いいね、それいいね、それ母ちゃん、お前ごめんやで。本物だー。なんで謝ったの。だからそれやめた。謝んなよ、アン。別に、ガーチャーつってるやん、それ。ってこと、 B 型の薬、ほんまごめんやで。謝んならいいよ。許してくれたわ、よかった、仲良しなきゃ。いや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 、乾杯。今までギャル会めっちゃしてきたじゃん、先生アテンド。うん、いろんなギャル会をしてきたと思うんですけど、どのギャル会が一番だったか、誰が MVP か。あー、ね、もう決まったわ、早っ。じゃあ、あと森山ね、うん、え、誰が出てきたの今まで。ももちゃんと、あいみー、あいみー、まーみー、えいたぴ、えいたぴ、結構選ばれし、しかも結構やる中でもおしゃべりメンバーじゃないですか。俺だ、じゃあ最初決まってくるから。マジで、俺は毎回新しいやつが一番楽しい、今日が一番楽しい。で、MVP はさすがに先生。先生、なんで？アテンダーだから。え、なんか泣きそうと思ったけど全然泣かない。でも人脈っしょ、先生の人脈もあって来てるからね。結構人の評価気にするから俺は。視聴者がすごい喜んでる。あ、お互いお互い、こっちもこっちも。お、じゃあこっちもこっちも。プレゼントで。でもね、みんな喜んでるんだよな。前回のね。めっちゃいいみたいな、これ見た、めっちゃ来てたでしょ。そう、ね、そう、ね、なんか先生今までありがとうございます。え、なんか優しいよ。すごい優しい。あ、じゃあ次、はい、森山。俺2回目、3回目、4回目、4回目今日
1、2、3、4全部楽しくて、で2回目が MVP がまあマーミヤね、3回目ヒーリクで、4回目アンテナ、やっぱ新しい子が好き。意外な成果出たから他全員新しい人好き、新しい人好き、あー信用だわ、ありがとう。一応リーダー、俺はマーリク、マーリク誰だ。マーリク、マーリクだ。なんかね、やればやるほどギャルってみんな面白いやん、うん、てかいい子多いよね、確かに多いよ、多いよ、うん、ギャルって何だ。これ B 型ってなんなん。B 型はあの科学的に決まってんの、ギャルは科学的に決まってんの。でうちら B 型いないから分かんないよ。B 型は B 型なんなんだよ。でもギャルってあれだよね、自認だよね、自認、あの自分で認めてる。なんか難しいこと、ハイスクールの方は自認しますよね。感じが違ったね、人に言われるとかじゃなくて自分でギャルはギャルだよ。え、ギャルって思っててね、うん、いろんな、しかもギャルいるしね、まあ、ギャルっていうよりかアンデって感じかも。なるほど、そんな感じだけど、まあ自分っていうか B 型って感じ。それはフジ君初めてじゃない、こんなふうに意地悪されてんの。フジ押されないからね、強い強い、この大体森山とさ結構イジイジされるのね、強い強め、意外なティングだった、イジイジされてる、鼻男、鼻男、鼻男、深いね、まあごめんね、ごめんやで、リーダーイジイジされちゃって、ナチュラルごめんやで、どっから生まれたのごめんやでは、そんな謝ってきた人生の。ちゃうねん、ちゃうねん、言ったって言ったって、でもなんかアツシがめっちゃアンデに謝ってくるわけ、ナッツのね、射程だった、射程、射程、いや本当にごめんやでって言ってくるから、ガンジがそれガンちゃんって言ったらごめんやでくれたら許すみたいな感じで、誰かがガーチャーやったらごめんやで助けるねみたいな、うん、遅れてきたのガーチャーやったらみんなでごめんやでって、優しさだ、優しさでできたギャグが流行っちゃった、すごいな、おエッグで言うとギャグがそうだ、ギャルね、あギャル、そうだ、確かにギャルはティーちゃんが作った、いや多分なんかエッグ内で言い出して、そっからうちとか強めがめっちゃ言うようになって、もう強め、強め、もっと強かったから、うん、そうだよ、うん、やばいじゃん、え人間じゃなくて本当に弱いじゃん、どこ出すの、どこ出すの、どこ出すの、全部モザイクだけど、全部モザイク、いいな、この動画フジモザイクになってる、リーダーひどい。でも本当に昔はラファエルみたいな挨拶だったからさ、え、どんな、え、荷物多いけど大体やりまんみたいな、確かに、出たわ、出たわ、どうやってたんだ、え、もう人間じゃない、尖りすぎて人間じゃなかった、あー丸くなったってこと、丸くなったっていうか、メスだった、あやらしい、その言い方、うちの本当のギャル時代見た方がいい、やばいよ、やばいよ、こうやって関われないと思う、でも爪こんだけ、あれどっかどこ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 、でもそこら辺のご飯とかこう刺してこう食べてたみたいな、もうそういうレベル、イチゴとかしてたさ、最近さ、鍋とか見た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 、鍋でこうやってさ、サイバーチェみたいな、そう便利なんだよ、キイちゃんのギャル時代マジギャルだったこれだよ、うわーやるやね、本物が、いやちゃんとマンバやってたんよ、マンバ、マンバ、これ平成より前だよね、まあ平成全盛期だよ、そうそうできるわけよ、もうなんかこれ目覚ましく、やだ、残ってオッケー飲もう、でその敵やのね、やばい、ねえねえねえアンジェル、え、どうした、いやごめんやね、ごめんやね、成果が無理やも多めにしましたから、これ何、これレモンティー、はい、来た、はい、B 型乾杯しよう、 B 型さん乾杯しよう、乾杯しようか、 B ちゃん、 B ちゃんって可愛くない、可愛い、見て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 、これ B ちゃん、テキーラ、テキーラ、本当に行くのお前、銀賞だから、そうだよ、オッケー、終わった、あげて、乾杯、森山に乾杯、みんな今年出会いあった、出会いか、出会いね、アテネさん出会いないっす、アテネとしてください、やだそのかき揚げ部屋、いやもういないよねギャルね、まだまだいるよ、いろんなギャルが最強、本当になんで楽しいのギャルだよ、絶対作んないと思う、確かにね、しかもノリよくね、ノリね、何でもするよ、ちょっとまあいろいろ解釈はあるけど、本当にでも何でもするな、何でもする、 NG だし、プールドボンは無理、できる、ちゃんさんが水圧みたいなのやったらね、できるよね、水圧何言ってるか分かんない、だから何でアンジちゃん飲んでください、ここも見えちゃった、相性いい、ここも見えちゃった、見たいよ、初めてじゃない、藤君が
いじられてマジでクソだそう、なんかギャルバーベキューチャンネルに変えるか変えよ脱退すっけ、大丈夫ギャルじゃ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 何それじゃってエビジャって何の訳詞訳詞エビスに住んでるみんなもともとエビス始めたんですよこれエビスチューブなのかなってずっと勘ぐってたからそうだそうだ勘ぐっていい勘ぐるえエビジャってエビス集合だからエビジャいや逆ねエビジャだからエビス集合乾杯乾杯うまい見てるだけじゃないよカメラマンこの緑がね、ダイが一番私飲むことがね、一番正義だからこれやばいね誰テキーラだったらまだいけるだあれーさ楽しそうだねだあれーさえ、俺今いじられてたのちょっと待って一番ギャラ何うち A だけど、A だけどうみぇーほら楽しそう直瓶してるから見てあげてでも減ってねえじゃんえ、そうほんまに足りてのなんか見損なったわ見て何も減ってないじゃんお前さあーさ先生と乾杯してこれ乾杯乾杯中国かな助けて助けてえ、アンジュちゃんどう思いますなんかしょうもないなって思ったなんかバイキューになっててかっこいいなって思ったのにここでこういう感じの対応されちゃうと今後一切もうというかはいありがとうございますアンジュちゃん全部すなあじちゃんいいっすねあじちゃんいいっすお願いあるんだけどさうちのリーダーじゃあリーダーがエビリーダー俺はあの一番下からやり直してもらいますじゃあやり直すねじゃあ飲んで一番下っしょそりゃそうだよそりゃそうよはいシルフカメラマンあっあっバリムカつきムカつき一気だ初心に戻るよ初心に戻るよチャイスケ部屋さんでもいいやんじゃあうちの部からはい入れていや乾杯でしょいやケイスケあ違うケイスケじゃんお前なんだっけキーちゃん名前お前森山だおお座ってもこれリーダーずっとこれでよくないねえそういうのやめてもうそういうのやめてどういうのそういうの肩にタックタオルとかやめてあこれすごいですね本当にねプールサムギョプサおいしいバーベキューサムギョプサルだよ辿り着いたもんな2024は2024はそうっすねあの川田優ちゃんの登録してくださいサーフィンやってる女の子って可愛いもんな俺らサーフィン今年してないよなしてないやばいやろうぜサーフィン来てくださいよ行く行く行くもう盛り上がってるよこれ行かないよサーフィンいや今年本当に行こうとしたんだよまだまだ終わってないから9月まだどこまで行けるか当てない富士が何杯飲めるか俺ね0杯ゼロねはいゼロ俺は1回したよか2じゃない頑張る俺0ねよしスタートでははい2パフジ君のもんだおかえり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 やめまったー1だカオセが怒るほら1だよしフジもう一回だけお願い先生のお願い飲めよ誰に飲ませあ、じゃあもう全員ギャル蹴る全員ギャルに電話するもうエビザ電話でいいよもうエビザ電話でいいよギャルバーベキュー最終回になっちゃうそう先生切った瞬間に全員 NG じゃあなんで2カメ回してんのどっちも俺もじゃあ誰がついてくんのついてかないとさ普通にエビバリでしょエビじゃバリみたいなそうエビバリのエビだチェーチーズポンこれチーズポンマジ興味ないマジ興味ないけどお風呂入れていいからせいせいが入ってるからマーミーだよマーミーだよ開けてマーミーだよあ、なんで、でもいや、締めな、締めな違う、あの、理由としては、あの、酔ってるわけじゃないので、あかん寒くてお風呂入ってるだけしてるしてるまあ、言ってなんで信じるケースケ、ちなみに言うと、俺、富士を熱いサウナ残していた死んでるじゃんねえ、行ってきて本当に死んでたら行ってこいいた真っ暗真っ暗え死んでるえちょっと待って起こしてはいこいつ危ないわ本当にこれ以上いたら死んでたからケスケ、はい、多分こいつ体温上がってるからさプールにぶち込んで、はい、
あれね、また一人の命を救っちゃったせいで。こんな場面でさ、こういう、すごくない？エロかわ。しかもちょっとアンジュちゃんのお尻見えてんのポイント。うわっ、だから足も打つよ。あえ、これあ無理やろ。えぇー盛山乗せとくか。タグ付けれちゃって、じゃがいもみてえな足。まあ、ということでギャル旅でした。イエーイ。どのギャル回が良かったかコメントでください。それ次第でまた次のメンバーが決まるので皆さん、ね、今回4回目でお願いします。もうくじで決めよう。逆にね、うん、ボックスでね。そう、そんな感じでいいから逃げんなよ。はい、普通に。あ、じゃねえ、そういうくじとかでさ、自分のさ、あれを逃げんね。いや、睨み聞かされてんな。次もお楽しみにってことでメンバーがね。はい、今回もありがとうございました。ありがとうございました。はい、恒例のギャル企画でした。楽しかったです。最後の夏謳歌しました。ありがとう、ありがとう、いい思い出。はい、まだ盛り上がってないからね。そうだよ、これからやろう。はい、このカメラ切った後メンシプで公開します。はい、はい、入ってください。お願いします。どうぞ。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。